つもありがとうございます。田中康彦です。今回の朗読作品は芥川龍之介作白です。この作品は1923年大正12年芥川龍之介31歳の8月に雑誌女性改造に発表された作品です。それではお聞きください。芥川龍之介作白。ある春の昼過ぎです。白という犬は土をかぎかぎ静かな往来を歩いていました。狭い往来の両側にはずっと目を拭いた生垣が続き、そのまた生垣の間にはちらほら桜なども咲いています。白は生垣に沿いながらふとある横丁へ曲がりましたが、そちらへ曲がったと思うとさもびっくりしたように突然立ち止まってしまいました。それも無理はありません。その横丁の七八軒先には印番店を着た犬殺しが一人、罠を後ろに隠したまま一匹の黒犬を狙っているのです。しかも黒犬は何も知らずに犬殺しの投げてくれたパンか何かを食べているのです。けれども白が驚いたのはそのせいばかりではありません。見知らぬ犬ならばともかくも、今犬殺しに狙われているのはお隣の飼い犬の黒なのです。毎朝顔を合わせるたびにお互いの鼻の匂いを嗅ぎ合う大の仲良しの黒なのです。白は思わず大声に、黒くん危ないと叫ぼうとしました。まあ、その拍子に犬殺しはじろりと白へ目をやりました。教えてみろ。貴様から先へ罠にかけるぞ。犬殺しの目にはありありとそういう脅かしが浮かんでいます。白はあまりの恐ろしさに思わず吠えるのを忘れました。いや、忘れたばかりではありません。一刻もじっとしてはいられぬほど臆病風が立ち出したのです。白は犬殺しに目を配りながら、じりじり後すだりを始めました。そうしてまた、生垣の陰に犬殺しの姿が隠れるが早いか、かわいそうな黒を残したまま一目散に逃げ出しました。その途端に罠が飛んだのでしょう。続けさまにけたたましい黒の鳴き声が聞こえました。しかし白は引き返すどころか足を止める景色もありません。ぬかるみを飛び越え、石ころを蹴散らし、往来止めの縄をすり抜け、ゴミ溜めの箱をひっくり返し、振り向きもせずに逃げ続けました。ご覧なさい。坂を駆け降りるのを。空、自動車に轢かれそうになりました。白はもう命の助かりたさに夢中になっているのかもしれません。いや、白の耳の底には未だに黒の鳴き声がアブのようにうなっているのです。キャン、キャン、助けてくれ。キャン、キャン、助けてくれ。白はやっとあえぎあえぎ主人の家へ帰ってきました。黒塀の下の犬くぐりを抜け、物置小屋を回りさえすれば、犬小屋のある裏庭です。白はほとんど風のように裏庭の芝生へ駆け込みました。もうここまで逃げてくれば、罠にかかる心配はありません。おまけに、青々した芝生には、幸いお嬢さんや坊ちゃんもボール投げをして遊んでいます。それを見た白の嬉しさは、何と言えばいいのでしょう。白は尻尾を振りながら一足飛びにそこへ飛んでいきました。お嬢さん、坊ちゃん、今日は犬殺しに会いましたよ。白は二人を見上げると息もつかずにこう言いました。もっともお嬢さんや坊ちゃんには犬の言葉はわかりませんから、ワンワンと聞こえるだけなのです。しかし今日はどうしたのか、お嬢さんも坊ちゃんもただあっけに取られたように
頭さえ撫でてはくれません。シロは不思議に思いながら、もう一度二人に話しかけました。お嬢さん、あなたは犬殺しをご存知ですか？それは、恐ろしいやつですよ。坊ちゃん、私は助かりましたが、お隣の黒くんは、捕まりましたぜ。それでもお嬢さんや坊ちゃんは、顔を見合わせているばかりです。おまけに、二人はしばらくすると、こんな妙なことさえ言い出すのです。どこの犬でしょう、春夫さん。どこの犬だろう、姉さん。どこの犬？今度は白の方があっけに取られました。白にはお嬢さんや坊ちゃんの言葉もちゃんと聞き分けることができるのです。我々は犬の言葉がわからないものですから、犬もやはり我々の言葉はわからないように考えていますが、実際はそうではありません。犬が芸を覚えるのは我々の言葉がわかるからです。しかし、我々は犬の言葉を聞き分けることができませんから、闇の中を見通すことだの、かすかな匂いを嗅ぎ当てることだの、犬の教えてくれる芸は一つも覚えることができません。どこの犬とはどうしたのです？私ですよ。白ですよ。けれどもお嬢さんは相変わらず気味悪そうに白を眺めています。お隣の黒の兄弟かしら。黒の兄弟かもしれないね。坊ちゃんもバットをおもちゃにしながら考え深そうに答えました。こいつも体中真っ黒だから。白は急に背中の毛が逆立つように感じました。真っ黒？そんなはずはありません。白はまだ子犬の時から牛乳のように白かったのですから。しかし、今前足を見ると、いや、前足ばかりではありません。胸も腹も後足も、すらりと上品に伸びた尻尾も、みんな鍋底のように真っ黒なのです。真っ黒。真っ黒。シロは気でも違ったように飛び上がったり跳ね回ったりしながら一生懸命に吠え立てました。あら、どうしましょう、春夫さん。この犬はきっと狂犬だわよ。お嬢さんはそこに立ちすくんだなり、今にも泣きそうな声を出しました。しかし、坊ちゃんは勇敢です。シロはたちまち左の肩をポカリとバットに打たれました。と思うと、二度目のバットも頭の上へ飛んできます。白はその下をくぐるが早いか、元来た方へ逃げ出しました。けれども、今度はさっきのように、一丁も二丁も逃げ出しはしません。芝生の外れには、白の木の陰に、クリーム色に塗った犬小屋があります。白は犬小屋の前へ来ると、小さい主人たちを振り返りました。お嬢さん、坊ちゃん、私はあの白なのですよ。いくら真っ黒になっていても、やっぱりあの白なのですよ。白の声は、何とも言われぬ悲しさと怒りとに震えていました。けれども、お嬢さんや坊ちゃんには、そういう白の心持ちも飲み込めるはずはありません。現にお嬢さんは憎らしそうに、まだあそこに吠えているわ。本当にずうずうしい野良犬ね。などと、地団駄を踏んでいるのです。坊ちゃんも。坊ちゃんは小道の砂利を拾うと、力いっぱい白へ投げつけました。ちっきしょう、まだぐずぐずしているな。これでもか。これでもか。砂利は続けさまに飛んできました。中には、白の耳の付け根へ、血のにじむくらい当たったのもあります。白はとうとう尻尾を巻き、黒塀の外へ抜け出しました。黒塀の外には、春の日の光に銀の粉を浴びたモンシロチョウが一羽、気楽そうにひらひら飛んでいます。ああ、今日から宿なし犬になるのか。白はため息を漏らしたまま、しばらくはただ電柱の下にぼんやり空を眺めていました。
お嬢さんや坊ちゃんに追い出されたシロは、東京中をうろうろ歩きました。しかし、どこへどうしても忘れることのできないのは、真っ黒になった姿のことです。シロは、客の顔を映している理髪店の鏡を恐れました。雨上がりの空を映している往来の水たまりを恐れました。往来の若葉を映している飾り窓のガラスを恐れました。いや、カフェのテーブルに黒ビールをたたえているコップさえ。けれどもそれが何になりましょう。あの自動車をご覧なさい。ええ、あの公園の外に止まった大きい黒塗りの自動車です。漆を光らせた自動車の車体は、今こちらへ歩いてくる白の姿を映しました。はっきりと、鏡のように。白の姿を映すものは、あの客待ちの自動車のように、至るところにあるわけなのです。もし、あれを見たとすれば、どんなに白は恐れるでしょう。それ、白の顔をご覧なさい。白は苦しそうにうなったと思うと、たちまち公園の中へ駆け込みました。公園の中には鈴陰の若葉にかすかな風が渡っています。白は頭を垂れたなり、木々の間を歩いていきました。ここには幸い池のほかには姿を映すものも見当たりません。物音はただ白バラに群がる蜂の声が聞こえるばかりです。白は平和な公園の空気にしばらくは醜い黒犬になった日頃の悲しさも忘れていました。しかし、そういう幸福さえ5分と続いたかどうかわかりません。白はただ夢のようにベンチの並んでいる道端へ出ました。すると、その道の曲がり角の向こうに、けたたましい犬の声が起こったのです。キャンキャン、助けてくれ。キャンキャン、助けてくれ。白は思わず身震いをしました。この声は白の心の中へ、あの恐ろしい黒の最後をもう一度はっきり浮かばせたのです。白は目をつぶったまま、元来た方へ逃げ出そうとしました。けれども、それは言葉通りほんの一瞬の間のことです。白はすざましいうなり声を漏らすと、きりりとまた振り返りました。キャンキャン、助けてくれ。キャンキャン、助けてくれ。この声は、また白の耳にはこういう言葉にも聞こえるのです。キャンキャン、臆病者になるな。キャン、臆病者になるな。白は頭を低めるが早いか、声のする方へ駆け出しました。けれどもそこへ来てみると、白の目の前へ現れたのは、犬殺しなどではありません。ただ学校の帰りらしい、洋服を着た子供が2、3人、首の周りへ縄をつけた茶色の子犬を引きずりながら、何かワイワイ騒いでいるのです。子犬は一生懸命に引きずられまいともがきもがき、助けてくれと繰り返していました。しかし子供たちはそんな声に耳を貸す景色もありません。ただ笑ったり怒鳴ったり、あるいはまた子犬の腹を靴で蹴ったりするばかりです。シロは少しもためらわずに子供たちをめがけて吠えかかりました。不意を打たれた子供たちは驚いたの驚かないのではありません。また実際、白の様子は火のように燃えた目の色といい、刃物のようにむき出した牙の列といい、今にも噛みつくかと思うくらい恐ろしい剣幕を見せているのです。子供たちは四方へ逃げ散りました。中には、あまり狼狽したはずみに道端の花壇へ飛び込んだのもあります。白は2、3軒追いかけた後、くるりと子犬を振り返ると、叱るようにこう声をかけました。さあ、俺と一緒に来い。お前の家まで送ってやるから。シロは元来た木々の間へまっしぐらにまた駆け込みました。茶色の子犬も嬉しそうにベンチをくぐり、
バラを蹴散らし、シロに負けまいと走ってきます。まだ首にぶら下がった長い縄を引きずりながら。2、3時間経った後、シロは貧しいカフェの前に茶色の子犬と佇んでいました。昼も薄暗いカフェの中には、もう赤々と電灯が灯り、音のかすれた蓄音機は何は節か何かやっているようです。子犬は得意そうに尾を振りながら、こうシロへ話しかけました。僕はここに住んでいるのです。この大正軒というカフェの中に。おじさんはどこに住んでいるのです？おじさんかい？おじさんはずっと遠い町にいる。シロは寂しそうにため息をしました。じゃあもうおじさんは家へ帰ろう。まあ、お待ちなさい。おじさんのご主人はやかましいのですか？ご主人？なぜまたそんなことを尋ねるのだい？もしご主人がやかましくなければ、今夜はここに泊まっていってください。それから僕のお母さんにも命拾いのお礼を言わせてください。僕のうちには牛乳だの、カレーライスだの、ビフテキだの、いろいろなご馳走があるんです。ありがとう、ありがとう。だが、おじさんは用があるから、ご馳走になるのはこの次にしよう。じゃあ、お前のお母さんによろしく。シロはちょいと空を見てから、静かに敷石の上を歩き出しました。空にはカフェの屋根の外れに、三日月もそろそろ光り出しています。おじさん、おじさん、おじさんってば。子犬は悲しそうに鼻を鳴らしました。じゃあ、名前だけ聞かせてください。僕の名前はナポレオンというのです。ナポちゃんだの、ナポコーだのとも言われますけれども。おじさんの名前は何というのです？おじさんの名前はシロというのだよ。シロですか？白というのは不思議ですね。おじさんはどこも黒いじゃありませんか。白は胸がいっぱいになりました。それでも白と言うんだよ。じゃあ白のおじさんと言いましょう。白のおじさん、ぜひまた近いうちに一度来てください。じゃあナポコ、さよなら。ごきげんよう、白のおじさん。さようなら。さようなら。その後のシロはどうなったか。それはいちいち話さずともいろいろの新聞に伝えられています。大方どなたもご存知でしょう。たびたび危うい人命を救った勇ましい一匹の黒犬のあるのを。また一時義犬という活動写真の流行したことを。あの黒犬こそシロだったのです。しかし、まだ不幸にもご存知のない方があれば、どうか、下に引用した新聞の記事を読んでください。東京日日新聞、昨18日、5月、午前8時40分、大宇線上り急行列車が田端駅付近の踏切を通過する際、踏切番人の過失により、田端123、会社員柴山哲太郎の長男実彦4歳が、列車の通る線路内に立ち入り、危うく歴史を遂げようとした。その時、たくましい黒犬が一匹、稲妻のように踏切へ飛び込み、目前に迫った列車の車輪から見事に実彦を救い出した。この勇敢なる黒犬は、人々の立ち騒いでいる間にどこかへ姿を隠したため、表彰したいにもすることができず、当局は大いに困っている。東京朝日新聞。軽井沢に秘書中のアメリカ富豪エドワード・バークレー氏の夫人は、ペルシャ産の猫を寵愛している。すると最近、同氏の別荘へ7尺余りの大蛇が現れ、ベランダにいる猫を飲もうとした。そこへ見慣れぬ黒犬が一匹、突然猫を救いに駆けつけ、20分にわたる奮闘の後、とうとうその大蛇を噛み殺した。しかし、
このけなげな犬はどこかへ姿を隠したため、夫人は$5,000の賞金をかけ犬の行方を求めている。国民新聞。日本アルプス横断中、一時行方不明になった第一高等学校の生徒3名は、7日、8月、上高地の温泉へ着した。一行は、穂高山と槍ヶ岳との間に道を失い、かつ果実の暴風雨に、テント糧食などを奪われたため、ほとんど死を覚悟していた。しかるに、どこからか黒犬が1匹、一行のさまよっていた渓谷に現れ、あたかも案内をするように先へ立って歩き出した。一行はこの犬の後に従い、1日余り歩いた後、やっと上高地へ着することができた。しかし犬は、目の下に温泉宿の屋根が見えると、一声嬉しそうに吠えたきり、もう一度元来た熊笹の中へ姿を隠してしまったという。一行は皆この犬が来たのは、神明の加護だと信じている。時事新報、13日9月。名古屋市の大火は焼死者14名に及んだが、横関名古屋市長なども愛知を失おうとした一人である。霊足竹則3歳はいかなる家族の手落ちからか、猛火の中の2階に残され、すでに怪人となろうとしたところを一匹の黒犬のために加え出された。市長は今後、名古屋市に限り、野犬撲殺を禁ずると言っている。読売新聞。小田原町城内公園に、連日の人気を集めていた宮城巡回動物園のシベリア産大狼は、25日、10月、午後2時頃、突然頑丈な檻を破り、木戸番2名を負傷させた後、箱根方面へ一掃した。小田原署はそのために非常動員を行い、全町にわたる警戒線を敷いた。すると午後4時半ごろ、右の狼は十字町に現れ、一匹の黒犬と噛み合いを始めた。黒犬は悪戦すこぶる務め、ついに敵を噛み伏せるに至った。そこへ警戒中の巡査も駆けつけ、直ちに狼を銃殺した。この狼は、ルプスジガンティクスと称し、最も凶猛な種族であるという。なお、宮城動物園主は、狼の銃殺を不当とし、小田原署長を相手取った告訴を起こすと息巻いている。とうとうとう。ある、秋の真夜中です。体も心も疲れ切ったシロは、主人の家へ帰ってきました。もちろん、お嬢さんや坊ちゃんはとうに床へ入っています。いや、今は誰一人起きているものもありますまい。ひっそりした裏庭の芝生の上にも、ただ高いシロの木の小杖に、白い月が一輪浮かんでいるだけです。シロは、昔の犬小屋の前に、梅雨に濡れた体を休めました。それから、寂しい月を相手に、こういう独り言を始めました。お月様。お月様。私は黒くんを見殺しにしました。私の体の真っ黒になったのも、大方そのせいかと思っています。しかし、私は、お嬢さんや坊ちゃんにお別れ申してから、あらゆる危険と戦ってきました。それは、一つには、何かの拍子に、すすよりも黒い体を見ると、臆病を恥じる気が起こったからです。けれども、しまいには、黒いのが嫌さに、この黒い私を殺したさに、あるいは火の中へ飛び込んだり、あるいはまた、狼と戦ったりしました。不思議にも、私の命はどんな強敵にも奪われません。死も、私の顔を見るとどこかへ逃げ去ってしまうのです。私は、とうとう苦しさのあまり、自殺しようと決心しました。ただ、自殺をするにつけても、ただ一目会いたいのは、
可愛がってくだすったご主人です。もちろん、お嬢さんや坊ちゃんは、明日にも私の姿を見ると、きっとまた野良犬と思うでしょう。ことによれば、坊ちゃんのバットに打ち殺されてしまうかもしれません。しかし、それでも本望です。お月様、お月様、私はご主人の顔を見るほかに何も願うことはありません。そのため、今夜ははるばるともう一度ここへ帰ってきました。どうか夜の明け次第、お嬢さんや坊ちゃんに会わせてください。シロは独り言を言い終わると、芝生に顎を差し伸べたなり、いつかぐっすり寝入ってしまいました。驚いたわね、春夫さん。どうしたんだろう、姉さん。シロは小さい主人の声にはっきりと目を開きました。見れば、お嬢さんや坊ちゃんは犬小屋の前に佇んだまま、不思議そうに顔を見合わせています。シロは一度上げた目をまた芝生の上へ伏せてしまいました。お嬢さんや坊ちゃんは、白が真っ黒に変わった時にも、やはり今のように驚いたものです。あの時の悲しさを考えると、白は今では帰ってきたことを後悔する気さえ起こりました。すると、その途端です。坊ちゃんは突然飛び上がると大声にこう叫びました。お父さん、お母さん、白がまた帰ってきましたよ。白が。シロは思わず飛び起きました。すると逃げるとでも思ったのでしょう。お嬢さんは両手を伸ばしながらしっかりシロの首を押さえました。同時にシロはお嬢さんの目へじっと彼の目を移しました。お嬢さんの目には黒い瞳にありありと犬小屋が映っています。高いシロの木の陰になったクリーム色の犬小屋が、そんなことは当然に違いありません。しかし、その犬小屋の前には、米粒ほどの小ささに、白い犬が一匹座っているのです。清らかに、ほっそりと。白は、ただ恍惚とこの犬の姿に見入りました。あら、白は泣いているわよ。お嬢さんは白を抱きしめたまま、坊ちゃんの顔を見上げました。坊ちゃんは、ご覧なさい、坊ちゃんの威張っているのを。へっ、姉さんだって泣いているくせに。ありがとうございました。朗読は田中康彦でした。